しい南極の地で観測を進行するために、カラット船の地図の隊が脱航を終わり、この地で訓練されました。昭和31年末、エラに向かれた犬たちが、稚内公園の頂きで、約1年間、厳しい訓練を受けた後、昭和32年、第1次観測のため、22頭が南極に向かって旅立っていきました。犬たちの南極での活躍は、